にちは、シエルです。ただいま夜中の12時半です。今日も深夜になってしまいました。本当は昼間練習したいんだけどね、時間がなくてね、結局夜中になってしまいます。今日は両手でレボリューションカットの練習です。フラリッシュってジャグリングみたいですよね。ちなみに私ね、マジックを始めた時にジャグリングもやってたんですよ。マジック、ジャグリング、ダンスの3点セットでショーを作ってました。フラリッシュもそうなんですけど、ジャグリングってすごく時間がかかるんですよね、できるようになるまで。でジャグリングの先生にも3年間やってようやく形になるって言われて、毎日のように体育館に行ってね、練習してたんですけど、まあ難しい。でまあジャグリングに関してはね、1年でちょっと挫折してしまったんですけど、1回だけねジャグリングショーに出たことがあって、まあマジック&ジャグリングショーだったんですけど、まさかのね、その日ね台風だったんですよ。しかも屋外、こんな厳しい中で初めてショーをやるっていうね、かなりドキドキしてたの今でも覚えてます。できる技よりも一つ下のランクに変更してやりましたね。でその当時女性マジシャンってすごい少なかったんですけど、女性ジャグラーはもっといなかったんですよ。でジャグリングの先生に、なんかシエル大きな舞台のオーディションあるから行ってこいって言われて、だけどいや私1年しか練習してなくて技も全然できないのに、ちょっと行っても受からないと思うのでって話をしたら、いやいやそのオーディションのエントリー者1人しかいないから行ったら合格だって言われたんですよ。でもまあさすがに大きな舞台でできる自信なかったんで断ったんですけど、まあマジシャンも少ないですけど、女性ジャグラーっていうのはもっといないんだなっていうのをすごい感じましたね。今は分かんないですけど、なかなか貴重なんだなと思いました。ね、ジャグリングの先生とかがすごいいい先生だったので、すごい良い経験になりました。今でもね、実家帰るとジャグリングの道具はね一式あるんですよね。またいつかやるのかな。フラリッシュ練習も、まあ、反復練習というか、なんかちょっとジャグリングに近いものがあるなと感じますね。まあ、フラリッシュもね毎日ね頑張らないといけないですね。去年というか、まあ、フラリッシュね初めて1年なんですけど、まあ練習をねあんまりねしてないのでね、こうやって毎日ちゃんと頑張りたいと思います。はい、そんな感じでした。今日も私の深夜練にお付き合いいただきありがとうございます。